親に〇〇を打たない人間はわがままな人間だから一緒に住めないと言われました。悩んでます。まなきゃいいじゃん、終わりみたいな。確かに〇〇だろうが他の〇〇だろうが私は全く打つことを勧めないし、意味もないし毒だらけだしと、それは思います。でそれはこの質問してる人もそう思ってるんだと思う。なんだけども、この文章からわかるのは、この人は親のところに住んでて、で、親と一緒にいないと生きていけないみたいな、そんな感じの環境にいるんだろうということなんですよ。これ依存丸出しやから、寄生虫やんけみたいな感じでしょ。で、その人間が親の言うことを聞かないでみたいな感じで言ってるのは、これは自分の傲慢ですよ。俺っていうか俺じゃなくてもそうだけど、もし、を自分は打ちたくないと思う、それ全然 OK やし、むしろそうしてくださいと思うんですが、その人が親が、を打たないとダメだとか、打たないとここには住むなみたいな感じの人間と一緒に住むわけがない。絶対ない。寄生虫の依存症の傲慢の慣れの果てだっていう自覚がないですね。非常にそれがないんだということがわかる。でも全部人のせいにするのよ。あの人のせい、あの人はわかんない、俺が正しいんだっていうことを言ってるって、今までの言ってきた話と一緒でしょ。もうずっとそればっか考えてるんだろうなと思うのよね。そうじゃないとこの話は出てこないはずだよ。自分で住めばいいじゃないですか。それもまた言い訳するはずなんだと思うのよね。そこから俺は考えてほしいなっていうふうに、こういう質問も思いますね。全部それって他のケースも一緒だと思うのよね。みんな精神病は存在しないと思います。しかし精神保険及び精神障害者福祉に関する法律があるのが諸悪の根源だと思います。どうすればこの悪法がなくなり、またどうすれば精神医療による被害者が救済されますか。これはもう同じ話でね、またね、これもだから、まあそれ言ってることはわかりますよ。その精神病っていうカテゴリー自体の問題とか、病名つけたって意味ないし、その人の精神の問題だから、病気というよりは思考法の問題であり生き方の問題なので、病気っていうカテゴライズをするのは問題、無理やり精神病院に医療保護入院とかそんなのさしたところで問題の解決にはならないからっていうことなんだけど、この人は多分精神科の患者なんでしょうね。なんだけど自分の問題をやっぱり認識してない、で全部人のせいにしたいんだなっていうことを、これを見るとよくわかる。精神病というカテゴリーが存在しないとしても、その人の生き方や考え方は常に問題なんですよ。だから周りにそういう扱いを受けるんだよ。その認識がないんだよ。これこの人覚えてるけど、質問してた時に多分を打って親が出ていけみたいなノリの話じゃなかった、さっき。その時親のせいみたいにしてたでしょ。その時俺寄生虫みたいになってる自分の問題だみたいなこと言った人だと思うんだよ。そういう風な精神ばっかりになってるんですよ。僕はもうそういう人たちを万人超えて見てきましたけど、精神科の患者で薬をやめた人もやめない人もみんな二手に分かれんの。ずっと精神科のせい、ずっと製薬会社のせい、ずっと俺は悪くない。で、あいつらのせいや、みたいな感じで、ずっと親のせい、みたいな感じでずっと言ってて、そのままずーっと同じ生活を続け、依存症丸出し、寄生虫丸出しっていう生活をしていく人。で、生活保護を受け、障害年金を受け、でも俺たちは間違ってないって言い続けるっていう、そういう人と、俺はそうじゃない人をすごくたくさん見てきたから、そうじゃない人たちは、自分たちの無関心が問題でこういうことになった。人類とか日本人がみんな無関心でそういうことになった。自分たちもその立場に、その立場っていうのは、例えば何か周りで問題を起こされたら急に周りを迫害する、でも自分たちがやられた瞬間だけ自分たち被害者である子に装うっていう風なことばっかり人間がしてるから、こういう風になったんだ。もっと言うと、精神科の問題を自分たちでもっと表に出て解決していかなきゃいけない、リアルで解決していかなきゃいけないっていう風になった人としか俺は付き合いしてないのね。そういう人たちが世の中には何千人もいるわけ。そういう人たちは私は応援しますけど、ネットでぐだぐだ言って、引きこもりみたいな感じで、文句垂れてるような寄生虫みたいなやつは俺は相手しないよ。だって俺も患者に毎日言ってるもん、それ。この人に限らないけど、そういう風な思考形態なんだなっていうことは、この世を読むとすごく思う。嘘こな、マスク、精神医療は人権蹂躙で、本当に、ですが、どうすれば改善できますか。人権を尊重できる社会にしていきたいです。これまあ同じ質問になってるじゃん。だから同じ質問だって分かってよ。だからどうすれば改造できますか。だから自分たちの行動を変えなさい。これをだからこの質問が人のせいっていうことになってて、その考え方をもとに質問してるんだっていうことから認識しなさい。自分がまず変わりなさい。自分がまず自立した状態になりなさい。
自分がまず信頼される人間になりなさい。自分がまずリアルで生活できてる自分になりなさい。自分がまず社会にもっと自分自身が啓蒙してるような、そういう人間になりなさいっていう感じね。でもそうじゃないと思うのよ。最初の質問俺忘れないよ、これ。打たないとお前は家から出てけみたいな感じ言われて、でも家にいるんでしょ？いや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 、親に帰省しとるんやんけ、みたいな。っていうことは俺は忘れないよ。ああ。